皆さんこんにちは、YK すけです。本日2024年、11月の28日、11時53分、昨日のニュースウォッチ9に関しては、出だしから、火事の、現場を放送してましたけど、昔から、同じ映像を何回も使っています。で、すべての映像が一度放送したものがあるもので、今まで何回も使用していました。テレビつけた瞬間ね、火事の現場、文京区って最初出てきたんですよ。東京都ということで。嘘かな、本当の方かな、どちらかなってなってる。あかん、分かれはやめとこうと思ってすぐ消したんです。で、こう食器とか洗っていて、で、また違う内容を何か最新のものを放送するときは放送するしとか思って、もう一度見て、で、あ、まあ、まだ火事のことしとこうって。で、最後の方にこう、最初の出だしがね、夜何時ごろに火が出てっていうことでね、最後の方にも鎮火して映像が出て、あ、これ思い出した、これ前のあれやって思って、前の映像ややられた。で、その後の映像とかも全部そう。で、スポーツコーナーなんかどうなったかって、もう今更ですよ、今更内村航大丈夫。彼やっぱり髪の毛伸ばしてるとき、バンプオブチキンのボーカルは藤原でしょ。もうそんな彼がね、今年だったかな、去年の終わりの方だったかな、買い物行った帰りに茶髪のやつがね、左手の方から現れたんですよ。高架下をくぐって一方通行のところで、トラックとかが間違って侵入しないように鉄の金属のバーがこうつけられてるところ、そのあたりからね、なんか髪の毛茶色いやつが現れたなと。まずいぞと。まずどこの誰か分からへんと。いや、本当に。で、ちょっと距離空けとこうかと思って、なんか、公園ね、六歩と言ってくるんですが、なんか言い方からして。あかんわ、こいつ。やばいやつかもしれん。思って。今、クソーっていう声が、藤原の方の声聞こえてきてるんですけど、バンポーチキンの藤原くんの声の方でね。で、他にもね、でもその彼何回か同じパターンで同じ場所 に登場するんですよね、六方。何が言いたいのか全然わからない。まあ気が晴れる方でもね、空が晴れたりとかしますんでね、あとはね、昨日動画で居合の達人っていう、もうものすごい前の映像ですよ。日本刀、本物の日本刀なんて、銃刀法言う。なぜテレビ局だけ許されるっていうね。もうそれは終わらしたんですけども、もう二度と本物の刃物は、本物の刀の、いろいろね、鉄パイプを、切ったりとかね、時速161キロの、軟式ボールをね、バッターボックスのところから、切ってみたりとか、よく顔見たら分かりました。昔、今もいるのかな、役者の、藤原っていう、そこも藤原。よく顔見たら分かります。ね、皆さんもテレビ見ていても、偽名とか名乗られたら、どちらも本名かも分からないし、両方とも偽名の可能性あるでしょ。同一人物ってみんな気がつかないでしょ。居合の達人の頃で、年何歳ぐらいに見えます？もしかして僕と同じぐらい。今一瞬ね、曇りかけてきてたんですけども、今もちょっと曇ってるんですけども、なんとか踏ん張ろうとしてるんですけどね、あの辺とかもだいぶ曇らなくなってるんですよ。
いろいろな笑い話でね。まあ、天の神様への安全のお祈りもしています。で、まあ、これも一般人人向けなんですけども、ほんとテレビ見ていて、まず、間違い探し気張って、で、間にテレビの電源一回オフにして、なんか洗い物とかしなかったら、ね、頭の中が綺麗にならないんですよ。で、もう全員同じだと思います。で、そう、テレビを見てるとき強烈なマインドコントロールがこの、テレビ出てる人なんか絶対信じちゃダメです。まあ、一旦この話はこれぐらいにしておきます。以上です。